日本東京都世田谷区玉川地域中町中町は東京都世田谷区の地名。現行行政地名は中町1丁目から5丁目。郵便番号158-0091。世田谷区南部に位置し、玉川地域に属する。北で、洋が、北東で、深沢、南東でとどろき、南でのげ、西で、上のげと接する。北西側の玉川台にはわずかに接していない。 洋河中町通り沿いには商店街が発達。町域内は主に住宅地として利用される。住宅地の地価は2014年1月1日の工事地価によれば中町二の五の5の,5の地点で55万円平方メートルとなっている。同地は江戸時代初期に野良田という名で現れる。何もない野原を意味する野良が開墾された工作地であるから、 野良殿と呼ばれるようになった。1932年、野良殿の名が田舎めいているという住民の意見を考慮し、位置的に玉川地域の中央にあることから玉川、中町とされた。1969年の住居表示の際、現在の形である中町となった。この中町は商業的、行政的な拠点という意味はなく、単に地理的な、 中央部という意味しかない。1935年3月、雑誌、国際建築に、トドリキジードルング計画が発表された。建築家の倉立方だ、久米玄九郎が中心となり、目黒蒲田電鉄が、中町一丁目のトドロキ渓谷,谷西側に所有する、土地に31個の小建て住宅を建築し団地化する、もので、1927年に、 シュトットガルトで開催された焙煎豊富ジードルム、住宅店に触発された計画である。大都市近郊に統一感のある近代的な居住区を建設しようとする野心的な試みであったが、実現には困難も多く、結局は4個のみの竣行に止まった。2019年9月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、 学区は以下の通りとなる。駅内に駅はないが、東急大井町線上野毛駅、轟駅、東急田園都市線用外駅が最寄り、ありがとうございます。